入社前に見学に来た時にいろいろお話を聞いて、実習で見てきたところとは治療のやり方や考え方が違っていて、それが患者様の健康をすごく考えているなと共感できたので、ここで働きたいと思いました。あと、なんといってもスタッフの中の良さや雰囲気の良さを感じて、ここで働きたいと思いました。診療後の時間などに院長先生に、ここは良くなってきたねとか、ここはもう少しだから頑張ろうなどと声をかけていただいて、患者様に親切なだけではなくて、私たちスタッフのこともよく考えてくれている優しい先生です。どの医院さんに見学に行こうかなって思って、求人票を見た時に他の医院さんよりも詳しく医院のことが書いてあって、見学に行ってみようと思いました。見学してみて、虫歯や歯並び、噛み合わせの予防に力を入れていたのと、院長が教科書に載っていない症例を詳しく説明してくれて、就職してみたいと思いました。最新の治療が学べます。ドッグベストセメントを使った削らない治療や顎拡大装置 SH 療法に力を入れています。歯の健康だけでなく、全身の健康を考えた治療が学べます。すごくやりがいのある仕事だと思っています。そうですね、患者さんもよくプライベートなことをお話ししていただけるので、一緒にご家族のことや旦那さんのこととか話しながらメンテナンスできるのがすごく楽しいです。初めて働く歯科医院でしたので、何を基準に選べばよいのかわからないことや不安なことがたくさんありました。同じ専門学校の先輩が働いていたので、何でも気軽に相談できて安心して働けると思ったので、この歯科医院を選びました。お子様からご年配の方まで幅広い年齢層の患者様にお越しいただいておりますが、特に小さなお子様が多く、小児歯科に力を入れています。お子様が楽しく、親御さんも安心して任せられる歯科医院作りを行っているので、お子様の成長を共に感じながら責任を持ってお口の中をサポートしております。他の院さんでは教えてくれないようなことがここでは学べます。例えば本当の虫歯の原因だったり、削らない虫歯の治療など、私たち自身も勉強して、それを患者様に伝えていくことで、患者様の一生涯の健康につながっていると実感できます。また、最初の1ヶ月は定時ですぐ上がらせてもらえて、慣れない仕事で体力的にも大変なところはあったので、そういった配慮があったことはすごく助かりました。私も1年目でまだまだわからないことは多くありますが、スキルアップを目指して一緒に頑張りましょう。お待ちしております。講習会の費用は全額院が負担してくれるので、たくさん講習会に参加できます。院長主催による食事会も多く、楽しくコミュニケーションを取ることができます。休日はまとまった休日が多く、たくさんリフレッシュできます。新しいことを取り入れているので不安に思うかもしれませんが、新人さん向けにマニュアルも用意しているので、ぜひ一度見学にお越しください。スタッフの仲も良く、患者様も穏やかな方が多いため、アットホームな雰囲気で楽しく働けています。入社して10年になりますが、
結婚してからも長く勤めることができているのは残業も少なく女性が働く上でのサポートが充実しているからだと思います。途中でくじけそうになることもありましたがスタッフの方や院長先生に支えていただいてもっと長く患者様を見ていきたいと思ったので10年頑張ってきました。楽しくやりがいのある職場だと思いますのでぜひ一度見学にいらしてください。アキラデンタルクリニックの良さがすぐにわかると思います。当院では幼少期からの虫歯予防、歯肉炎予防、歯並び噛み合わせをしっかり見ていくこと、この3本柱を中心に患者さん、親御さんとのコミュニケーションを大切にしております。また患者さんにとって自分の歯で一生噛めるようにお手伝い、指導を行っていきたいと常に考えております。当院在籍の歯科衛生士は6名で構成されており、皆穏やかで優しさを持ち合わせております。チームワークがとても良いのが特徴です。新人歯科衛生士さんにとって、初めの職場では不安だらけだと思います。当院の教育方針としては、まず事前ミーティングや練習を重ねていき、その上で様々な診療のステップごとに必ず先輩歯科衛生士が指導するフォロー体制をとっております。例え話になりますが、右も左もわからないライオンの子供をいきなり崖から突き落とすようなことはいたしません。その点は安心してください。院作成のマニュアルがありますので、事前の予習、診療後の復習もしっかりできます。スタッフ命名が、一人は皆のために、皆は一人のためにの精神を胸に、いつも笑顔と感謝の気持ちで日々の診療に当たっております。勉強したい、自身のスキルアップをしたいとお考えの方は、大変恵まれた環境にあると自負しております。いよいよ来年度開業20年の年に移転開業します。スタッフがより一層充実して働きやすいような環境づくりを目指しています。その際、実践していく4つの特徴を挙げます。1つ目は院内感染予防の話になります。通常の滅菌消毒はもとより歯科衛生士をはじめとするスタッフおよび患者さんに対して飛沫感染などをはじめとするさまざまな感染から身を守るためにユニット内のお水タービンうがい場などから出てくるお水はすべてクリーンなお水にしています。エピオスエコシステムを導入します。2つ目は子どもたちに夢と希望を与えるようなゆったりとしたキッズルームの確保、それからキッズ専用の治療ルームを開設します。キッズルームは 9.3 畳ありお手洗いもついております。子どもさんの予防に特に力を入れていきます。また造形教室をはじめとするイベントも開催します。お子さんが好きな歯科衛生士さんはとてもやりがいを感じると思います。3つ目は現在進行形でも勉強しておりますが従来型とは違う診療体系として削らない神経を残す痛みの少ない麻酔をしないなどを実践するためにレーザーやドッグベストセメント、ミネラルセメント療法とも言います、をコラボさせた治療を取り入れていきます。お口の中だけにとどまらず、
全身の健康を考えた予防の実践を行っていきます。本年採用の2名の歯科衛生士もこの項目にかなり興味を示してくれました。4つ目は、目的意識をしっかり持って勉強してくれる歯科衛生士さんは交通費、セミナー代金などの費用はすべて医院が全額負担しております。平日の診療は18時半まで、土曜日は17時まで、残業はほぼないように努めております。移転後は平日は30分、土曜日は1時間早めの終了を予定しております。いつもリフレッシュして働けるように、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みは連続した6から8の連休を最近は取っており、メリハリのある休暇を取っておりますので、スタッフにも好評のようです。定期的なお食事会開催や研修旅行なども行っております。過去には沖縄研修旅行、昨年の金沢研修旅行をはじめ、県内有名温泉エステ付きなどの旅行などを開催しております。また平成14年より医療法人化しており、雇用保険はもとより社会保険、厚生年金にも加入しております。社会保険労務士と顧問契約をしておりますので、スタッフの結婚、出産、職場復帰のプロセスで迷ったことがあれば丁寧に教えてあげられる環境になっております。研修面においては、院内ミーティングはもとより各分野の一流講師を招いての研修、外部研修にも積極的に参加しております。当院ではスタッフ、歯科衛生士が一番の宝と考えております。歯科衛生士が健康かつ快活に働きやすいような環境づくりを常に考えております。そのことがひいては患者さんの幸せにもつながるものと確信しております。どうぞアキラデンタルクリニックへ一度見学へお越しください。院長、スタッフ一同大歓迎いたします。デンタルクリニックでは、一緒に夢と希望を持ち続け成長したいと考えている歯科衛生士さんを募集しております。ぜひ一度見学にお越しください。お待ちしております。